今からちょっと医者のとこ行くからコメントできないから、コメント明日するって。ERT ライリー、ライリーと呼ばせてもらうぞ。彼とはずっといつか戦いたいってビールを飲みながらずいぶん前から言ってた中で、それで、フォビドゥンドアでラダー待ちながらちょっと当たって、あーこいつすげえなって、こいつマジすげえってそう思ってから約1ヶ月今日経って、この一番きついきつい後半戦に差し掛かった10番クライマックス公式戦で、お互い次のことなんか何にも考えてない、今このここにいる人たちを感動してほしい、盛り上げたい、興奮して帰ってほしい、明日から生きる活力にしてほしい、そういう気持ちだけで俺たちリングに上がりました。正直体もきつくなってきた、でも俺たちの戦いもこれで終わりじゃない、 G1 クライマックスもこれで終わりじゃない、こっからまだまだ面白く盛り上げていくから。そしてもう一つちょっと聞いてくれ、自分が満足して満足のいく戦いができて勝てた時に絶対言おうと思ってたこと、棚橋博士なんかのコメントで読んだよ、今若い選手がおめえとみんな戦いたがっていて、それがまるで最後の思い出作りのようだって。ちげえよ、俺はちげえよ、復讐だ。あれから DDT めちゃくちゃになったんだよ、全部おめえのせいだ、分かってんのか、自分がやったこと。棚橋博士いつとは言わねえ、 G1 クライマックス終わったら俺から逃げんなよ。